ミエチスワフ・バインベルク、または、モイセイ・サムイロビチ・バインベルクは、ポーランド出身で、主に、ソビエト連邦、ロシアで活動した、作曲家。ポーランドの首都ワルシャワのユダヤ人の家庭に、ミエチスワフ・バインベルクとして生まれる。ワルシャワ音楽院で学ぶが、1939年、ナチスドイツのポーランド侵攻のため、ソビエト連邦に亡命。名前を、ロシア風に、 モイセイ・ワインベルクと改める。ソ連では、ドミートリー・ショスタコービチと親交を結ぶ。しかし、スターリンの反ユダヤキャンペーンで1953年に逮捕されるなど苦難の生涯であった。ワインベルクには、様々な使命があるため、多くの混乱が生じている。生まれた時はポーランド語で、ミエチスワフ・ワインベルク・ミチソワフフ・ワインバーグであり、生はドイツ語のワインベルグに由来している。 ソ連邦に移ってからは、モイセイ・サムイロビッチ・モワイエ・サミューイレビッチというロシア語の名を付け、また、そこでは、メティックというあだ名でも知られていた。また、モイシェという名前をソ連のイリッシュ語出版物で使い続けた。ロシアでは、彼の名前は当然キリル文字で表記される。それをラテン文字に転写し直すと、ベインバーグやベインバーグなど様々な綴りが生じるのである。 ちなみに本来の綴りはグローブ世界音楽大辞典の最新版に採用されている。1919年にワルシャワでユダヤ人の家族に生まれた。父のシュミール・シュミールはワルシャワのイディッシュ劇場でバイオリン奏者や指揮者を務めていた。家族はもともとベスサラビア出身で反ユダヤ主義による暴力行為の犠牲者であったで祖,祖父も祖父も殺されている。 12歳の時、ワルシャワ音楽院でピアノを学び、1939年に卒業する。第二次世界大戦が勃発すると、ソビエトに亡命。ミンスクで過ごし、初めて作曲を学ぶ。その後、タシュケントに移りオペラを書いた。そして、俳優ソロモン・ミホエリスの娘と結婚した。1943年、ショスタコービチに壊れて、モスクワに移る。 ショスタコービチはバインベルクの才能に感心し、信仰を深めた。当時まだ若かったバインベルクはショスタコービチに多大な影響を受け、後に生まれ変わったようであったと語っている。ミホエリスは1948年にスターリンの戦後の反ユダヤ主義運動の一環として殺される。バインベルクのいくつかの作品は1948年の ジダーノフ批判で禁止になり、映画音楽やサーカス音楽の作曲で生計を立てざるを得なくなった。バインベルクは1953年2月に逮捕される。ショスタコービチはラブレンティベリアにバインベルクのために仲裁するようにと手紙を書き、またバインベルクの妻も逮捕された場合、彼の娘の面倒を見るよう頼んだ。結局のところ、バインベルクは翌月のスターリンの死に救われ、 それから間もなく公式に名誉回復がなされた。その後は作曲とピアノ演奏をしながら、モスクワに住み続ける。ショスタコービチとは、家が近く、毎日作曲のアイディアを分かち合っていた。バインベルクの作品は、ショスタコービチが、しばしば称賛しただけでなく、エミール・ギレリス、レオニード・コーガン、ムスティスラフ・ロストロポービチ、クルト・ザンデルリングなどのロシア随一の演奏家にも、 取り上げられた。晩年、バインベルクは、クローン病にかかり、寝たきりの状態になったが、作曲を続けた。1996年1月3日に、聖教会に改修し、その直後の2月26日に死去した。主な作品には、20曲の公共曲、他の管弦楽曲、17の弦楽四重奏曲、8つのバイオリンソナタ、チェロのための24の前奏曲、 6つのチェロソナタ、6つのピアノソナタ、他の器楽曲、そして多くの映画音楽がある。7つのオペラを書き、そのうちパサジェルカパシシズルカはその中で最も重要な作品とされている。ピアノ50奏曲やピアノ30奏曲及びチェロ曲は最近ではヨーロッパからアメリカのコンサートや音楽祭で演奏されるようになった。イギリスのレコード会社、 オリンピアレーベルは15以上の CD を発売している。その音源はネロディアレーベルの LP 及び世界初演をモスクワ放送がライブ収録した録音からのリマスタリングとオリンピア社の独自録音の両方が混じっている。バインベルクはしばしば表題的要素の強い音楽を作曲した。生涯を通じてワルシャワ時代の人間形成期や 青年期に終止符を打った戦争を思い返すことが常であった。彼の番号付き公共曲の最後の3曲はアンナ・アフマウトバの詩に基づいた戦争三部作となっている。このような暗黒的要素はカタルシスを経て平和を発見する背景として用いられていることもある。ただしすべての作品が平和に到達して終わるわけではなく表向きの平和の裏に不安や疑念、 皮肉のような複雑な表情を漂わせるものも多い。こうした調和への憧れは、バインベルクの音楽様式においても現れており、リュドミラニキーティナは、バインベルクの作品について、新古典主義的でいかにも合理主義者らしい明晰さと、禁制感と強調した。バインベルクはショスタコービチに正式には学ばなかったが、影響を受けていたのは明らかである。それを裏付ける根拠の一つが、 公共曲第5番集結部におけるチェレスタのピアニッシモである。これはショスタコービチの公共曲第4番からの影響であることは明白であり、その初演とバインベルクの5番の作曲時期は重なっている。ピアノソナタ第6番ではショスタコービチの24の前奏曲と風画の一作が引用されている。音楽語法の面で、 より全般的な類似点は、戦律の引き伸ばし、主題の反復、極端な鬼行きなどの利用である。このような点は、バインベルクに対する主な批判の一つとなっている。アレクサンドル・イワシュキンは、バインベルクのような作曲家たちが、自分の名声だけでなく、ショスタ・コービチの名声までを傷つけているとして、次のように述べている。これらの作品は、 ショスタコービチの音楽を台無しにするだけでなく、数え切れないほどの悪質な流の傘蓋でもって、ショスタコービチの音楽を覆い隠してしまう。しかしバインベルクが影響を受けたのは、ショスタコービチだけではなかった。プロコフィエフ、ミヤスコフスキー、バルトーク、マーラーからも影響を受けていたことがニキー・ティナによって確認された。一方で、トランペット競争曲は、 メンデルスゾーンの有名な結婚更新曲が引用されている。当然のようにユダヤの民族音楽がくっきりと目立つが、同時にモルダビア、ポーランド、アルメニアなど、その他の民族的な要素も見つけることができる。ショスタコービチはバインベルクと出会ってから、クレズマーの主題に対する興味を増していったが、一部の評論家は、その興味の発端がバインベルクであったとみなしている。 7曲のオペラを作曲している。弦楽四重奏曲、バイオリンソナタその他の室内楽曲ピアノソナタ。ありがとうございます。